確か、あの駅は百合ヶ坂駅ね。ずいぶん崩れてる。あら、お嬢さん、見かけない顔だけど、私の何か。私はこの町でスナックをやってる静香と言います。そうそう、呼ばれてたんだ。
せてごめんね。あら、あいつなら山の手の住人は来ていねえ。ああ、俺たちの飯なんか、やっぱり俺はやつらが気に食わねえ。そうだ、いつも俺たちを見下してやがる。あそこに正しく必死にやってる。ああ、お嬢ちゃん、あんたもそう思うだろう。いえ、私は山の手の人たちをよく知りませんので。なんだよ。おい、火事だ、山の…みんな、しょ…すまないが、あんたも手伝ってくれないか。つもりですか。ヤグルマ商店街では。ちょっと待て、そのイグサだと。違うんですか。ちょっとオーナー。野庭さん、部外者は黙っていてください。言わせていただきますが、お前ら山の手はやめてください。すいません、遅れました。ボヤですって。いや、君、僕がいない間に、実は僕、山の…でも、昨日の地震から初めて…これは、話が長くなりそうだけど…もし僕が炊き出しのことを山の手…僕の親父と、リエのお父さんが…だから僕とリエとで和解するように説得しよう…だから、こっそり会おうと思ってる。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うためにこの手紙を山の手に住んでいる彼女。わかりました。炊き出しに誘ってもらった恩もあるし、手紙を届けます。ありがとうございます。表からは入れないだろうから裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。店は無事かな。
元気が崩れていないだろうか。いい車だろう。確か、リエさんの部屋は…おい、そこに誰かいるのか。まずい、このままじゃ…車だろう。ナオト君。はい。さっき、君がリエと付き合おうとしていることは知って、やはり下町の奴らは信用なら、とにかく君は危険だ。でも今は警察が来て。リエにこのことを。おかわいいやつ、なんてこと。山手と喧嘩にならなければいいのに。でもどうしましょうね。普通に立つ。かなえさん、いいアイディア出してよ。何言ってるのよ。自分でもちょっとは考えなさいよ。あ、そうだ、リエさんの友達のふりをして訪ねてみたらどうかな。お父さんも友達全員を知ってるとは思えないし。
嘩だ。喧嘩なのか。県内では本日12時までで20万人以上の方が避難所に避難しているとのことです。新たな地震被害状況の発表がありました。現在死者2815人、負傷者7998人、行方不明者6603人、現在確認されているのは死者2815人、負傷者7998人、行方不明者6603人。そうだったんですか。お願いです。あなたが目撃したという他の真犯人を見つけてくれませんか。真犯人が見つかれば。ここは私の推理の出番ね。必ず真犯人を見つけてあげる。本当ですか。ありがとうございます。でもそうですね。でも刑事ドラマとかでやってるじゃないですか、現場検証。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。本日の昼頃、福江市長が関係閣僚とともに被災地の現地視察を行いました。市長は、川瀬県南部地震を激甚災害に指定する。現れた方々の説生活を取り戻すよう尽力したいと述べました。依然として川瀬県全域で停電が発生しています。また水道ガスが止まっている状況です。本日の川瀬県は35度と大変暑くなっています。熱中症には十分注意してください。携帯電話は依然としてつながりにくい状況です。場所によってインターネット回線が使えない地域がある模様です。今回の地震を受け、各国政府から災害救助隊の派遣や支援物資の申し出が届いているとのことです。
政府は臨時受け入れる体制を進めていく方針とのことです。気象庁によりますと、昨日から今日にかけて揺れを感じないものも含めて122回の余震があったとのことです。今後も大きな余震が起こる可能性がありますので十分注意してください。
10分後、松野さんから関係者が集まったとの連絡があり、私とカナエさんは中華料理店再起楼に向かった。皆さん、聞いてください。さて、私が関係者に伝えたいことは、一連の放火事件、真犯人は別にいます。私は放火現場に落ちていた手紙は直人さんに頼まれ私が落としたものであるということ、私が犯人ではないことは理恵さんが証人であること、そして放火現場にハンカチが落ちていたことを説明した。つまりこのハンカチは真犯人の落とし物ということになります。続けて私は静香ママの証言により、このハンカチがホテル長慶の記念品であること、そしてハンカチの刺繍から13年前料理長だった人物に贈られたものであったことを説明した。つまり犯人は松野さんが料理長になる前、13年前ホテル長慶の料理長だった人物。犯人は野際さん、あなたです。そうです。そのハンカチは私が13年前にホテル長慶で料理長をしていた時にもらったものです。そしてオーナーの家に火をつけたのも私です。いや、近寄るな。オーナー、あなたのせいで私たちは。どうしてこんなことを。私は若い頃からずっとホテル長慶で働いていました。そして努力の末料理長まで上り詰め、長い間厨房からホテル長慶を支えてきました。しかし10年前ホテル長慶の前社長が亡くなり、社長が変わったばかりの時にホテル長慶は食中毒を出してしまいました。原因は若手従業員の不注意です。しかし新社長からは、お前はクビだ、新しい料理長は松野さん、あなただと。当時の私は家を建てたばかりで多額の借金があり、女房にも2人目の子供ができたばかりでした。再就職しようにも解雇された料理人を誰も雇いはしません。収入がないまま1年が過ぎ、家も何もかも失い、私は家族と心中を決意しました。しかし亡くなったのは女房と生まれたばかりの息子だけ。私は罪を問われ、小学生だった娘の親権も剥奪されました。それから刑期を終え、生きる意味もなく暮らしていたある日、忘れもしません。オーナー、あなたの店の求人を見かけ、私は復讐を決意しました。そうだ、この子を殺す。そしてあなたにも。このあざは。
松田さん、この子は。リエは私の本当の娘ではありません。子供のいなかった私が里親として引き取った子です。あなたの息子さんを疑って申し訳ありませんでした。この通りです。それに私は下町の皆さんを下に見ていたと思う。本当に申し訳ない。いやいや、俺たちも山手の人たちをうさんくさいとか誤解してたよ。申し訳ねえ。それくらいにしたら。せっかくの麻婆豆腐が焦げちゃうわよ。そうそう、島杉さんの豆腐は素晴らしいですな。私の麻婆豆腐にぴったりだ。いやいや、松野さんの味付けも大したもんですよ。こんな繊細な味付け俺たちには絶対真似できねえ。おい、大変だ。ユリガサカマルシェに泥棒が入ったらしい。犯人はこの界隈をうろうろしていた二人組らしい。二人組？まさか君たちが。ニュースです。翡翠市の江西田団地駅前の倒壊した商店街のそばでこじ開けられた金庫が発見されました。この金庫は盗難されたものとみられ、何者かがバールのようなものでこじ開けたと思われます。付近の住人の話では、大柄の男にバールを渡す若者を見たという情報もあり、警察はこの人物が事情を知っているものと考えています。警察では被災による治安の悪化から犯罪が発生する可能性があるとして住民に注意を呼びかけています。町のみんなは宴会で盛り上がっています。今のうちに早く。そんなことを言って私たちを陥れるつもりね。落ち着いてください。僕らはすごく感謝しているんです。あなたたちのおかげで僕らは交際を認められて、町のみんなは仲直りできたんです。さあ急いで、他の人に見つかるといけないからこっそり逃げてください。僕らは先に行ってます。
川瀬県内では20万人以上の。が避難所に避難しているとのことです。新たな地震被害状況の発表がありました。現在死者2815人、負傷者7998人、行方不明者6603人。
確か。怪我は大丈夫？怪我？あなた、私の宝石を狙ってるんでしょ？この宝石は私のものよ。誰にも渡さないわ。その宝石はあなたのものよ。そうよ、これは私のものよ。誰にも渡さないわ。ここで被災地からのニュースです。翡翠市の矢車商店街で地震で倒壊した銭湯の主人が被災者のためにドラム缶風呂を作ったとのことです。この銭湯、矢車湯は3代続いた地元では有名な銭湯で、主人の下川さんは最初、先代が守り抜いてきた銭湯が地震によって壊れてしまい、
大きなショックを受けていたとのことです。しかしお風呂を熱望する周囲の声に応え、ドラム缶風呂を作った。ちなみに水は前日に降った雨水を使ったとのことです。おーい、また会ったわね。話したいことがあるの。ここじゃなんだから、後で少し時間ちょうだい。何やら事情がありそうね。わかったわ。ありがとう。こんにちは。私のこと覚えていますか？おととい、ビルの中で取り残されてしまったのを助けていただいた弥生です。覚えているわよ。あの時はとても可愛い人だと思ったわ。可愛いって恥ずかしい。瓦礫の撤去をしようとしても大きな余震が続いているためうまくいかないそうです。砂ぼこりもすごいです。帰れなくなった人のためにそこのカーディーラーさんがショールーム内で泊まらせてくださっているんです。家にも連絡できていないし、お母さん心配してるだろうな。無事に帰って家の人に元気な顔を見せてあげましょうよ。そうですね。私しばらくショールームでお世話になってると思います。この辺りに立ち寄ることがあったらぜひ声をかけてください。私帰れる糸口が見つかったらショールームの方に伝言を頼むようにします。気をつけてくださいね。